さて、資産は1153万円となりました前日比もプラス4万円となっており投資成績は過去最高値付近で推移しています点て,てけ点、一言で言うと順調に上がりすぎなわけですそろそろストンと落ちるイベントがあってよさそうですがそう思っているうちは下がらないジレンマがあります社会情勢的にも金の価値は今後も下落していくであろう傾向がありそうなると株高の要因となります名目上の成長を演出するために 物価を上げたい勢いも存在するのかと思います。砂上の老格のようなハリボテ感のあるバブル相場ですが、洗練された資本主義のシステムも共存しています。個人的には、まだまだ上昇の余地がある相場、と、そういう風に見ています。点て,てけ点、7から9月には、夏枯れ相場、を想定しています。10月あたりから、選挙バブル、も想定されます。今年は、上昇の1年、川ーノマリーでは予想されていますが、 今のところあのマリー通りに株価は上がりそうですリセッションとは何だったのかリーマンショックコロナショックを経験した人類はどんな暴落が来ても金融緩和で株価は上がると身も蓋もない経済の地位とを目の当たりにしたわけです点てけ点、今後の展開として投資人口は増加していくのかと思いますつまり株価は上がっていくのかと思いますピークを超えたところで買い手不在の暴落が来るわけですが今はまだその時ではないのかなとそんな風に思っています 日本だと、テスタ、イムラ以外に、投資のインフルエンサーがヨきヨき出てきたら、そこが相場の天井になるのかと思います。今はまだ天井ではないのかな、と、そんな風に思っています。点んてけてリハビリラテラ記事を書いてるので、まとまりもありませんが終わります。ご視聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。